元宝塚、ひなみ風、俳優、上口浩平との離婚発表。結婚から約1年半。元宝塚歌劇団星組のトップ娘役、ひなみ風、34、が、俳優、上口浩平、38、と離婚したことを8日、自身のインスタグラムにて報告した。ひなみ風、離婚を発表。ひなみは、私事で大変恐縮ではございますが、上口浩平さんと婚姻関係を解消したことをご報告いたします、と伝え、お互いが生活していく中で、価値観の違いや、人生の方向性の違いを感じ、二人で話し合った結果、別々の道を歩むこととなりました、と決断の理由を明らかに、新たな気持ちで、一つ一つのお仕事と向き合い、精進して参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします、と呼びかけた。二人は2018年、草なぎ剛主演の音楽劇、同の共演をきっかけに知り合い、交際に発展。2022年7月に結婚を発表していた。ひなみ風インスタグラム全文。関係者の皆様、応援してくださっている皆様、私事で大変恐縮ではございますが、上口浩平さんと婚姻関係を解消したことをご報告いたします。お互いが生活していく中で、価値観の違いや、人生の方向性の違いを感じ、二人で話し合った結果、別々の道を歩むこととなりました。新たな気持ちで、一つ一つのお仕事と向き合い、精進して参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。